なのに、その、皆さんがこんなわざとらしくせえへんからな、うち。なんか、今こうやってちょっとパロディしようかなと思った程度やで。パロディやから、こんなもん全部。で外でしてへんし、こんなことないし。ほんまにもこれ、SNS 向けのパロディに決まってるやろな。そういうふうに分からんってすごいな、君ら。さてと、もうダメなやつらやな、お前ら。SNS こんなパロディするとかやろ？違うの？違う、やったら違う、そう思い込んでただけ。な？だけど、そんなひどいパロディか？エロいか、ほんで。なんか。そこはかとなく、ただ、爽やかな、その、19歳程度。女学生風の。その程度やんか。少女コミックの、な、ドタバタ、女子もん程度やん、所詮。な、やらしくない、全然、そこはかとなく。ちょっと、チラリズム程度やんか。な、女子同士はこんな遊びしますよ、普通に。な、男子とこんな遊びしたらいきなり、その寝技にも仕込まれるだけで。だから、おらんやろ、どこのね、男子。おるやんとか、え、大丈夫一人二人、え、ちょっと、何やそれ。どう言ったらいいんかな、もう。だとしてもやで、仮にだとしても、それはなんかもうほとんどシンボルだよ、シンボルっていうか、どうだよな。ほとんどそのな、なんちゅうの、グーワとグーワというか、どうだよ。どう説明したら、ぴったりのことをまだ人類発明してないんだろう、うちに関して。自分で発明しろとか言われたの。そんな話書きたないわ。またこの出来事が再生産されてしまうやろうが。自作ゲームブックも、うちみたいな目に合わされた話全然書けへんから。だって再生産されたら嫌やもん。な、そうやろ、そうやろ。で、結局そのね、あの、さっき猿に侵された人間って言ったけど、みんな大好きなドラえもんの、飛び伸びたの出てくる、あの、藤子不二雄先生の短編集、見てみ、調べてみ、SF の。もう猿に乗っ取られた人類部分の話、結構セキュラルに何個かあんで、モジャコウとかな。21夜も周辺作品、モジャコウって。バビルで。藤子先生ってこんなこと、こっちがほんまちゃうんってドラえもんあるやんだって釣りやなって壮大な釣り、ディズニーもな釣りやって、実は最後の作品って言われてる、あの南米の先住民文化バリバリの、あのギタリストの少年の話、リメンバーミー、あれこそ本音であり、あれを発表したいがために必死でお姫様ものを作ったって言われてんねん。な、どうする？じゃあ藤子不二雄先生、そうちゃん、どうする？どうします？皆さん調べてみ、もやこうと藤子不二雄先生の短編集ちょっと調べてみ、ドラえもんが好きなら、のびのび太が好きなら。